皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、あちらに見えるミンダナオ国際大学で勉強している学生さんたちに来てもらっています。この学生さんたちはですね、実はこれから日本へ行く留学の試験を受けることとなっています。こんにちは。はい、まずはですね、それぞれ自己紹介をしてもらいます。じゃあこちらからどうぞ。どうも、カートです。はい、カートさんです。こんにちは、ドーです。はい、ドさんです。こんにちは、チョーティーです。はい、チョーティーさんです。こんにちは、ケイです。はい、ケイさんです。じゃあ、一人ずつ質問をしていきます。それじゃあ、まずカートさん。はい。あなたはどうしてミンダナオ国際大学で勉強しているんですか？ああ、そうですね。日本語を勉強したいんですから、MKD で勉強しています。はい、それに、MKD はフィリピンでは一番の日本語の大学ですから、はい、大学ですからね。はい、ありがとうございます。はい、MKD というのはミンダナオ国際大学の略称です。じゃあ次、ドーさん、あなたはなんでミンダナオ国際大学で勉強してるんですか？日本人が気に入っています。気に入ってます。はい、うん。日本人が好きなんですね。はい、はい、ありがとうございます。すごくです。はい、すごく好きなんですね。誰でしょうね。はい、じゃあ次、チョティさん、あなたはなんで MKD で勉強してるんですか？私は日本が好きで、そして卒業後で日本に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあケイさん、あなたはなんで MKD で勉強してるんですか？そうですね、 MKD に勉強しているのは日本に行きたいと日本の興味があります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。カートさんは日本の何が好きですか？はい、日本のアニメや、日本の料理など、日本のいろいろなことが好きです。はい、ありがとうございます。じゃあドーさんは日本の何が好きですか？一番好きは料理。料理が好き。いちご。うん、お、一番好きです。はい、イチゴが一番好きですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、チョティさん、はい、日本の何が好きですか？日本のアニメと漫画と料理と、そして日本にはいっぱい綺麗な場所があります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあケイさん、日本の何が好きですか？そうですね、日本には人は好きです。親切で優しい、だから日本に大好きです。はい、ありがとうございます。じゃあ次の質問です。これから奨学金の試験を受けますけども、カートさんはどうして日本に行きたいですか？そうですね、日本では雪が見えるから、見えるので、ずっと前から雪を見たかったですから日本に行きたいんです。はい、ありがとうございます。じゃあドさんはどうして日本に行きたいですか？冬が試してみたい。はい、フィリピンにだから、暑いから、だから日本に行きたい。はい、日本の冬を楽しみたいんですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあチョティさんはどうして日本に行きたいですか？はい、次元を持っている。感じたい。感じたい。いろいろな季節を感じたい。季節ですか。ありがとうございます。じゃあケイさんはどうして日本に行きたいですか？日本に行きたいの理由は、桜の木が見たいですね。はい、桜の木が見たいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問です。今は、コロナウイルスで外に出れないですけども、今生活してて、または勉強してて、何が一番大変ですか？カートさん。そうですね、やはり、いろいろな授業の勉強することです。勉強が大変ですね。
オンラインだからもっと大変ですか？そうですね、いろいろな問題があり、例えば、インターネットコネクション、の問題です。はい、インターネットがつながりにくい時もありますね。はい、はい、じゃあ道さんは今何が大変ですか？確かに授業大変ですけども、最初は Wi-Fi がないから、だからもっともっと大変です。Wi-Fi がないといつもどうしてるんですか？モバイルデータです。携帯で、はい、データを買ってお金がかかりますね。はい、はいはい、大変ですね。ありがとうございます。チョティさんは今何が大変ですか？授業で、なんかいろいろな大変なことがあります。一番は Wi-Fi がなんか速くない、はい、Wi-Fi が速くないことね。速くなくて、そして、特にこの論文の主題は難しいから、はい、そして、最後はどこにも行けない。どこにも行けなくてね、はい、大変ですね。はい、ありがとうございます。じゃあケイさん、はい、今何が大変ですか？一番は研究の授業がありまして、それはとても難しいですよ。みんなと会えないのというのはできないというか、一人ずつ の授業でするのです。2つはそうですね、Wi-Fi の方ですね。フィリピンの Wi-Fi は早くなくて、今日はないと、朝と晩までデータを使うのは難しいです。はい、ありがとうございます。じゃあこれで質問終わりです。じゃあ皆さん、これから奨学金の試験を受けますけど、頑張ってくださいね。頑張ります。はい、じゃあさようなら。さようなら、バイバイ。バイバイ。はい、いかがでしたでしょうか？学生たち頑張ってほしいと思っています。はい、日本からもぜひ応援してください。私のチャンネルではこのようにフィリピン全国やダバオ市の状況についてお伝えしています。また、こういった動画を作ってほしいというリクエスト等ございましたら、ぜひコメント欄にコメントしてください。チャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。